エスプレンド・ジオメトリコは、スペインのインダストリアル・ミュージックのバンド。スペイン語読みでは、エスプレンド・オール・ヘオメトリコ。スペインのグループ、アビアド・ドローに参加していた、アルトゥー・ロランス、ガブリエル・リアサ、ファン・カルロス・サストレにより、1980年代、初頭に結成。グループ名、エスプレンド・オール・ジョメトリエコは、イタリアの未来橋人会ティー・マリネッティのエッセイ、学的び機械的輝きと、 数的感受性から取られている。1981年、ファーストシングル、ネクロシスイエヌ・ラポヤをチクタクレーベルよりリリース。ついで、デビューアルバムとなる、正当の鉄則を1982年にリリースしている。1985年、グループのプライベートレーベルとなる、エスプレンドール・ジョメトリエコ・ディスコズを設立。セカンドアルバム、栄光のコミッサーは、このレーベルから、 リリースされた。ハーシュノイズとインダストリアルリズムによる独自のスタイルは続く2枚のアルバム。1987年のコスモスキノと1988年のメカノターボでさらに深められていく。特に後者のメカノターボはエスプレンドージオメトリコのスタイルを決定づけたアルバムとされている。この後、1989年のライブアルバムライブインユトレヒトを経て続く。 作品群は、ジョマトリックレーベルから、リリースされることになる。1991年のアルバム、シーク・アディアーマでは、アラブ音楽を作品に取り入れ、ベラタ・ーティス・スプレンダーと、バレアリ・ックリズムスでは、従来からのノイズを部分的に抑えて使用するなど、音楽的な変化も現れた。この頃のメンバー構成は、アルトゥーロ・ロランスとサベリオ・エヴァンヘリスタの2名、1990年に、 グループに加わったエヴァンヘリス・タは、自身のプロジェクトモーストシグニフィカントビートでも並行して活動していた。ちなみに1995年には初来日を果たしており、この様子は翌1996年に発表されたライブアルバム東京新フィンで聴くことができる。1997年のアルバムパリグラフォーンで 以前の作品のような荒々しいノイズを取り戻したエスプレンド・ジオメトリコは他のアーティストとのコラボレーションを行う。彼らのクラシックトラックのリミックスアルバムアン・シ c ーーディーエスプレンドールにはコイルとクリス・コージーが参加している。2002年には中国の影響を強く受けたアルバムコンプエストでジェロをリリース。また2枚組 CD の アンソロジー1981から2003が2005年にリリースされている。2007年のアルバム8トラックスライブには過去作品のリミックスを含む音楽作品8曲と2006年6月のマドリードにおけるデッサベリオフェスティバルで披露したパフォーマンスを収録した DVD がパッケージされている。2009年にはアルバムプルションを発表。1曲目のヤッポでは 日本の政治活動家、富山恒和の2007年東京都知事選挙の政権放送をサンプリングして用いていたり、他にも、チェゲバラやイスラム主義団体のリーダーのスピーチを用いているが、グループによるとこれは、政治的かつイデオロギー的な意図を持ったものではなく、彼らの言葉の強さに共鳴して用いたとしている。現在、ランスは、北京に、エヴァンヘリスタは、ローマに在住しているが、 グループとしての活動は、精力的に行われている。最近では2007年4月に、スロッピンググリススルのピーター・クリストファーソン、ダフのロベルト・ゲアル、ココト・イワン・パブロフラと共に来日、京都と東京でライブを行っており、攻撃的なパフォーマンスを見せ高い評価を得た。また、日本では2009年から2010年にかけて、初期作品の再発が行われ、 それに合わせて2010年6月には3度目の来日公演が行われた。2013年には4度目の来日公演では、非常階段との共演も行われている。過去作の再発、CD 化が進んでいるものの、作品が入手困難ということもあって、インダストリアル及び電子音楽を語る際に見過ごされることも多いが、大手家やパンソニックなどのアーティストの作品では、 彼らの音楽からの影響が顕著に見られる。エスプレンド・ジオメトリコはインダストリアルのみならず、電子音楽の分野に多大な痕跡を与え続けているグループである。ガブリエル・リアサローマ日本語訳されているタイトルは日本版として発売されたものである。ありがとうございます。